それでは最後にちょっとイメージの力っていうのを体験したいというふうに思います。そこで皆さんにちょっとねご質問をさせていただきたいんですが、今自分の中に不安やストレス、もしくは体の痛みみたいなことも含めて一切そういうものはないですっていう人いらっしゃいますか？ストレス、痛み、不安というものが一切ないっていう人はいらっしゃいますか？いらっしゃらないですか？じゃあ先ほど一番初めに白い紙をお渡ししましたよね。その白い紙今使いますからね。ちなみにその白い紙にもメモ帳に使っちゃったっていう素敵な人いらっしゃいますか？はい、いますね。はい、じゃあここに素敵な方がお二人いらっしゃいますので、はい、また素敵な白い紙を、はい、お渡しください。はい、それを今から自分の力で、皆さんの自分本人の力でそのストレスや不安とか痛みを小さくしたり、時にはそれが消える人がいっぱい出てきます。それが僕らのイメージの力っていうのをちょっとね、皆さんに自分の力ってこういう力があるんやなっていうのを体験していただけたらなというふうに思います。じゃあ自分の中に、どこにあるかなっていうのをちょっと自分の中でね、でそこにね痛み、ここが痛いなって言ったらここに手を当てていただいたり、不安、ここに不安があるなとか、ここにちょっとストレスがあるなみたいな感じで、ちょっとそこに手を当てていただいてよろしいでしょうか。はい、そしてちょっとその中を見ていただきたいんですね。その痛みはどんな形をしているんでしょうか。どんな形をしていて、例えば丸でしょうか、イガイガでしょうか、アメーバーみたいな形でしょうか、ジャガイモみたいな形でしょうか。そして大きさはどれぐらいの大きさなんでしょうか。そして色は何色でしょうか。ちょっと自分の中に入ってみて、こんな感じかなっていうのをイメージしてみてください。はい、それをちょっと10段階で数字を決めていただきたいんですね。それがすごい痛みがあったり、すごい不安やなとか、すごいストレスっていうのは10、でもすごい軽い人は1、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でですね、ちょっと自分の中でその段階は何かなというふうにちょっとイメージしてもらっていいですか。1の方手挙げて、分散で挙げてもらっていいですか。はい、2の方、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK。 それでは今その自分の中にあるものを自分の中からイメージで、まず体の中から出していただきますね。例えば頭にある人はこういうふうな感じで、こうやって頭を振って手のひらの上に乗せてください。取り出してください、こうやって。ここにある人はこうやって、こうやって、ボコって出てくるっていうのをイメージして、両手にちょっと持ってあげてください。取り出してあげてください。じゃあその子をね、ちょっと見ていただきたいんですね。その子をちょっと見ていただきたいんです。今両手の上に痛みだったり
不安であったりストレスっていう子がそこに手のひらの上に乗っています。それではその子をその神にデッサンしてほしいんです。その子を左手、右手が利き手の人は左手にそれを乗せて右手でこうデッサンしてください。できたら等身大でね。落とさないでくださいね。ポロッとね。それで書かれましたが、実はその子は今最高のタイミングで自分自身のところに来ています。なのでその子からメッセージを受け取ってほしいんです。なぜ今このタイミングで私のところに来てくれたのかなって言ってその子に問いかけてください。そしてふって思ったことを紙に書いてみてください。短い言葉で箇条書きでいいです。なぜこのタイミングであなたは今ここにいてくれてるの。短い言葉でメッセージを受け取ってください。はい、よろしいですか。受け取られましたか。もうちょっと時間頂いて聞いてくださいますか。短い言葉でいいからね。じゃあその子を神に転写してほしいんです。神がこういうふうに書いてたらここにこういうふうに転写してください。そしてこの神の中にも入ったなと思ったらもう手には何も乗ってないのでそこに入れてあげてくださいね。
じゃあその子を今いろんな色それぞれがあると思うんですが、ちょっと自分の中で愛の色って何色でしょうかね。自分の中で愛の色って何色ですか。白色でしょうか。薄いピンクだったり緑だったりブルーだったりそれぞれ違うと思いますが、自分の中で愛の色、そしてさらにイメージで目の前にペンキがあって、蓋を開けるとあなたが思うすごい素敵な愛の色のペンキがあります。そこにハケでこうやってつけて、そしてそこに色を塗ってあげてください。愛の色で、愛の色でイメージで、そこにその子が愛の色に染まっていきます。その中にどん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 愛が入っていきます。今最高のタイミングでやってくれたその子に、いろんなメッセージを届けてくれたその子に愛の色を塗ってあげてください。その子が初めと違う色になりました。愛の色にとっても綺麗な色になりました。それでは自分の中で痛み、不安、ストレスは自分の中で先ほど1段階から10段階までできましたが、自分の中で今数字は何段階になっているかちょっとお聞きしたいと思いますね。1の方、2の方、3の方、4、5、6、7、9と10の人がいなくなりましたね。じゃあそこの子にしっかりありがとうねと思いながらですね、ちゃんと感謝を伝えながら、今最高のために来てくれてありがとう、メッセージ伝えてくれてありがとうってしっかり伝えながら、その子を小さく小さく折っていただいていいですか。その子を小さく小さく折っていただいてよろしいでしょうか。その子を小さく、その時にありがとう、メッセージ伝えてくれてありがとう、今のタイミングでやってきてくれてありがとう、もう切手サイズぐらいの小さく小さくしてください。はい、小さくしてあげてください。小さく小さくしてあげてください。必ずありがとうねって、いろんなことを伝えてくれてありがとうねって言って、その中にしっかり愛をね、自分の愛を入れてあげてくださいね。そしてその後に目の前に針金が出てきました。針金が出てきたので、その針金でその髪をぐーっと、もうほどけないようにぐーっと針金でですね、ぎゅーっと、そしてぎゅーっとも開かないようにぎゅっとくくってあげてください。はい、そしてその子をありがとうって言って、もうその子は自分の中でメッセージ受け取ったから、もう手放しますっていう人は、もうこいつが持っているこの箱の中に入れていってください。もうじゃあ回していただきましょうかね。で、自分の中でもうちょっと持ってきたい人は持っていただいても結構です。じゃあどん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 ね、入れていただけたらと思います。もう一つなんか箱ない、なんか紙袋とか、紙袋でもナイロン袋でも、後ろから箱いくつか回してあげて、分けて渡して、このキーは感謝と愛なんですが、今のタイミングでやってきてくれているということに感謝。
小さいに感謝するということ。今自分の中にもないですし、そして今手のひらにもない。持ってる方は持ってる方でございます。じゃあちょっと自分の中で10段階でどれぐらいの数字になったかなという自分の中で数字をちょっとどれぐらいかな。まだ部屋の中にあるので、じゃあ高一、あのエレベーター下まで行って、はい、どっか電話かけ、もう5分かけて、はい、はい、もうさよなら遠いところに持っていただきますので、はい、今高一が今出て行きましたので、そしてエレベーターにエレベーターの方に行って、今から高一がボタンを押してですね、そしてこの部屋から、そしてこの建物からももう去っていきます。でもイメージしてくださいね。ピンポン、じゃあ小口が鳴りまして、1階エスカレーターが、エレベーターが、6階、5階、4階、3階、2階、1階、チーンなんて、小口がまたエレベーターを開いて、自動ドア開いて外に出ました。そして高一が段ボールをバッと置いた瞬間に、なぜか知らんけど野犬がやってきました。そして野犬がその段ボールをガブッと噛んで走り出します。震災場所を走る野犬、商店街を走っていきます。みんな何ーめっちゃ走ってます、めっちゃ走ってます、うわー走ってます、うわですね、恵比寿橋の上に来た瞬間に重いわって言っておきました。そしたらそこにごっつい大きいタカかワシかみたいな鳥がブワッサブワッサブワッサ来て、自分の髪を足で掴みました。そして飛んでいきます。バサ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 、そして鳥は遠いところに飛んでいきます。バサシベリアに向かいます。バッサ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 、なかすかに見える鳥、かすかに見える鳥、バッサ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 ってどっかに行きました。もういなくなりました。さあそれでは自分の中の痛み、不安、ストレスはどれぐらいかお聞きしたいと思いますね。10の方、9の方、8の方、7の方、6の方、この方、4、3、2、1。それでは一番初めのよりも数字が減った方、手を挙げていただいていいですか。ほぼ全員の方ですよね。これが僕らのイメージの力ということなんです。